便利なのは分かるんだけど、これネットで注文するんだよね。これちゃんと検査人がやってるんだね。梱包もちゃんとしてくれてると。これ全然綺麗だね。チームで使ってみよっか。どれぐらい工数が削減できたかレポートしてくれる？五十嵐部長、あ、石塚君どうしたの？ミスミのメビーっていうサービスを見つけたんですけど、無料で使えるのにその場で価格と納期が分かって、しかも発注までできるみたいなんです、図面ばらしもいらないし、うちに導入しましょうよ。ああ、メビーね、聞いたことあるけど、石塚君、これ便利なのは分かるんだけど、これネットで注文するんだよね。しかもこれ見積もりはこれ自動っていうことは、相手が人じゃないってことなんだけど、これちゃんと検査してるとかも分からないし、大丈夫なのそれ？大丈夫みたいです。検査はしっかりされてるみたいですよ、これを見てください。技術マニュアルにちゃんと検査項目まで書かれてます。なるほど、これちゃんと検査人がやってるんだね。まあ、傷がつかないように梱包もちゃんとしてくれてると。しっかりやってくれてるね。そうなんです。それにもし万が一不具合があったり困った時はフリーダイヤルのサポートもあるので安心です。電話したらちゃんと対応してくれるみたいですよ。まあ、基本的には自動で対応して人とやり取りしなくて済むし、でもし困った時はちゃんとこのダイヤルに電話すると人間が対応してくれると。まあそれならいいかもね。お、じゃあ今度の案件の部品試しにいくつか頼んでみてもいいですか？ちょうどこれからバラさないといけない部品があったので、バラす前にメビーに入れてみます。分かった。とりあえず部品が届いたら仕上がりも一緒に確認して今後使っていくかどうか考えようか。はい、五十嵐部長、部品届きましたよ。お、これがメビーの部品。溶接ちゃんとできてるねこれ。まあ、図面品をネットで注文できるっていうから結構不安があったけど、これ全然綺麗だね。穴の張りとかもないし、溶接もきちんとしてるわ。僕も思っていたより綺麗で安心しました。じゃあ石塚君、ちょっとこれ一回チームで使ってみようか。工数も削減できるみたいだし、またこれ使ってみて、そのどれぐらい工数が削減できたかレポートしてくれる？わかりました。早速メンバーに共有してみます。